こんにちは。マジックアズの使い方を説明します。このマジックアズというツールはですね、画面上の左サイドに浮遊する、まあ、フローティングする広告を作ることができるというものです。それでは早速使い方を説明します。はい、まずですね、マジックアズを開いてください。こちらの画面ですね。はい、で記入するところがですね、コンテンツ HTML というところです。ここにはですね、HTML を使うことができますので、お好きな広告をまず HTML で作っておいてください。画像を使う場合には、事前にですね、画像も準備しておいてください。例えばですね、こういったものですね。はい、これはですね、バナーのリンクと、それからテキストのリンクで作った HTML ですね。こういったものをですね、事前に準備しておいてください。はい、ではですね、HTML を記入します。まずですね、あなたが事前に準備しておいた広告のところですね、広告のところの HTML ソースをコピーしてください。で、この広告を作るときには、あなたがですね、普段使い慣れているホームページを編集するソフトなどで作っておいて、それをですね、コピーペーストすると使いやすいと思います。はい、では HTML ソースをコピーします。コンテンツ HTML というところに貼り付けます。そして作成ボタンですね。はい。下のコードが更新されますので、すべて選択してコピーしてください。はい。それでは貼り付けます。はい。あなたがですね、マジックアズの広告ですね、広告を取り付けたい位置、HTML ソースを開いてください。はい、今回はこちらのサンプル用のですね、HTML ファイルを使って説明します。この中のですね、大体スラッシュボディというのは下の方にありますので、はい、下の方までスクロールダウンして、スラッシュボディというタグを探してください。でこのビデオではテキストエディターを使って説明していますけれども、実際にはホームページを編集するソフトでも編集することができますので、そうした場合には HTML ソースを編集できるモード、ソース編集のモードに切り替えて作業してください。はい、では右クリックで貼り付けをします。そうするとコードがこれで取り付けられましたので保存します。そしてですね、今回このビデオで説明している広告では画像ファイルを使っています。それでですね、画像ファイルを使っている場合には、はい、この画像ファイルをコピーしてください。コピーしたファイルを今コードをつけた HTML ファイルがあります。この HTML ファイルと同じフォルダの中に、はい、コピーしてください。まあ、コピーしたので今貼り付けですね。はい、これでコピーした画像ファイルが同じフォルダの中に保存されました。この状態で確認するようにしてください。はい、では確認してみます。はい、このようにですね、左サイドにぷかぷかと浮遊する広告ですね、こういったものを作ることができます。でこのビデオで用意したページですね。これはちょっとわざと開業をですね、入れて、スクロールバーをスクロールできるようにしてあります。で、スクロールした場合もですね、このように常にですね、左サイドの上から下ですね、一番上に行ったらまた下までスクロールします。こういった動きをする広告エリアを作ることができるというものですね。はい。以上ですね、マジックアズのチュートリアルを終了します。ありがとうございました。